ってわけではないのか。あ、開いちゃった。だから普通にこれは8、一番左が死んだ月で、で、普通に真ん中は1か2って言われてて、で、一番右が全然わかんねえみたいな感じだったから、くしゃくしゃかなって思ったら開いちゃったわ。正しい謎解きあんだろうね。あ、全然わからず開いたわ。うわ、怖っ。何こいつ。ドアに、ドアの向こうには真っ黒い何かが立ち塞がっていた。しん、お、う、つ、う、れ、あ、の、む。どういうこと？それは一枚の紙を差し出してくる。特別レシピを手に入れた。特別レシピについて、特別レシピをもとに特別なアイテムが作成できるようになりました。特別レシピのアイコンを選択してアイテムを合成しましょう。アイテムを制作する際は直線のセーブを残しておくと役に立つでしょう。ほうほう、新しいこと、ここまで来て新しいことが起こることがあるんだ。新しいことができるようになることがあるんだ。で、その特別レシピってのは、白い器を用意いたしません。あ、持ってるね。何が完成するのかよくわからない。レシピを読もう。白い器を用意いたします。持ってる、球状のもの、螺旋状のもの、赤いものの順に入れます。球状のもの、螺旋状のもの、赤いもの持ってたっけ？灰を振りかけます。しばし待てば完成でございます。球状のものあるね。これが球状かどうかわかんないけど。灰か。な、この桜の木とか燃やしたりすんのかな。球状のもの、あ、赤いものだね、これ。球状のもの、赤いもの。あ、これが螺旋状に見えるって手もあるけどね。螺旋状っちゃ螺旋状か。まあ、とりあえずやって、まあまあ、先にマップだね。あ、斧が落ちてるな。カフェってとっても素敵でございますね。どれもこれも美味しそう。あー、なんでもない。斧が落ちてる。物騒だな。いつの間にか床に斧が落ちている。あまりにもカフェにそぐわないが、誰かが置いていったものだろうか。斧を拾った。何に使うの、斧。斧というものは、え、持ちやすい大きさの斧。何かを切ったり壊したりできるだろう。これではないな。これを切ったりすんのか。まあまあ、そういうわけでもないのか。正直者は嘘つきも。ああ、なるほどね。で、ここは変わってるわけでもないね。なんかこれでもこの文字響いてきそうだよな。8月30、あ、もしかして、もしかしてこれ、あ、そういうことかな。もしかしてさ、今第4章まで来てるから、今日、が第4章で、8月31日が第1章で、なんかあの桜に取り込まれて、友人が桜になっちゃったから、これ詩人だったのかな、あいつは。で、4日後、やっと一人になれたわ、妹結婚したもんね。っていうことなのかな。で、それから34日後、脳髄を燃え立たせている太陽が全然わかんないけど、まあ、多分あの、書斎っていうか本がいっぱいある。ことのこと言ってんのかな。で、10月10日、さよなら僕の愛しい子ってことは、10月10日に誰か死ぬのか。あ、斧を振り下ろす。うわ、怖っ。セーブしとこ。そんなことしちゃうか。斧を振り下ろす。少年に殺したりってことじゃないよな。斧を振り下ろすと少年の姿はふっと風にさらわれるようにして消えてしまう。ビー玉を手に入れた。いやいや、怖っ。何この急に。そういう音もちょっと怖かったしな。え、一人一人、アイスクリーム女子も殺してくの。いやだよ。斧を振り下ろすと少女の姿はふっと風にさらわれるようにして消えてしまった。リボンを手に入れた。
何この殺戮。お、キセル、やった。あ、灰か、キセルは。これは斧振り下ろせない。ちょっと、バクに聞いてみるか、斧について。見た目よりも重いものなのですね。まじまじと見つめていたかと思うと、彼女は斧の刃の端の方に口をつけた。いや、危ないぞ。あまり美味しいものではありませんね。食べる以外でしたら木を切ったりするのに使うのでしょう。でも木なんてここらにありません。しむやみに振り回すものではありませんよね。いいか、なんかこの女の人はだけはなんか普通っぽいから振り下ろしたくない感はあるけどな。あ、こいつは普通なんだ。だからこいつに使ってもいいのか。普通の人間だった場合もあるよね。普通の人間の可能性あるよね。いいか、やってみるか。ごめんよ。斧を振り下ろすと、夫人の姿はふと風にさらわれるようにして消えてしまう。よかった。あ、口紅を手に入れた。赤いものだね、これが。さて、作るか、じゃあ。もうだいぶ、いろいろ手に入ったな。バクに斧を振り下ろすわけではないよな。他はもう何も触れないもんな。このウェイトレスの子は、やれなかったからね。やれるって。やれるとは何かって感じだけど。白い器を用意いたしましょう。棒状のもの、螺旋状、赤いもの。だからここで手に入れたものだろうね、多分。まず白い器。コーヒーカップ器に選んだ。で、球状のもの。螺旋状なの？これって。リボンって。で、赤いもの。そして最後に灰を振りかける。心臓を手に入れた。なんで？なぜ？なぜ俺は心臓を手に入れることができたの？移植？え？ちょっと待って、これめちゃくちゃ深い話なのか。夢の中ってなってるけど、もしかしてこの小生さん植物状態説かな？超生産植物状態で、だからこいつみたいになってんのかな、今。で、心臓移植待ち状態なのかな。え、来た。は、あく、た、おん。心臓を渡すよ。心臓を受け取った黒い何か、それを愛しそうにぎゅっと抱きしめる。彼の目玉のようにも思える二つの口腔が、どこか悲しそうに滲んだ。あの、おは、いんだ。か、かえ、あない。なんだろうね。彼はそれだけ言うと、どろりと緩慢な動きで道を開けてくれる。これで通れるようになってしまったのですね。参りましょうか。小生さんもそろそろお目覚めになりたいでしょ？そうだね。まあでもちょっと待って。もう一杯コーヒー飲んでいかれますか？おしゃれだね。もう、返しがおしゃれかよ、全部。とりあえず行ってみるしかないわな。行こう。はい、そうですね。これでバクがご案内差し上げるのも最後になるでしょう。さあ、目を閉じてくださいまし。大丈夫、これまでと何も変わりやしませんよ。バクの言葉通り、今までと同じように彼女の冷たい手を取る。今までと同じ感覚。僕は夢の奥へ沈んでいった。これ夢の奥第5章、死因を帯し君へ、どういう意味だろう。目を開くと広い空が視界に飛び込んできた。ここが小生さんの夢の一番奥底でございますか。気持ちのいい場所にございますね。ああ、月が死んでいく香りがいたしますよ。この光はきっと小生さんのまぶたを透かして差し込んでいるのでございましょう。それじゃあ最後のご挨拶を。これまで楽しゅうございました。ありがとうございます。あまり長く話していては別れが悲しくなるばかりですね。さあ、もう目を閉じてくださいな。別れるの？俺ら。嫌だよ。あら、どうしたんです？もしかして名残惜しく思ってくださるのですか？その通りだよ。ふふ、嬉しいこと。けれどもいけませんよ。小生さんが目を覚ますのを待っている方がいらっしゃるでしょ。ここは夢。所詮は夢でございますよ。
私の言いたいことがお分かりになるでしょう。目を閉じないよ。強情なお方。それならそれなら目を覚まさなくとも構わないと。それならもう少しバクと遊びましょうか。あの本がいっぱいのお部屋に戻って面白い本を探しましょうか。バクにはきっと読めませんから、小生さんが読み聞かせてくださいな。本棚の右端に素敵な青い表紙の本もあったんですよ。小生さんがうんと背伸びすればきっと手が届くでしょう。だから、だから。なんて、できるわけがありませんよね。小生さんがあまりに親優しいから甘えたくなってしまうのかしら。でもでも、いけないんです。バクはバクのことはもういいですから。なんだなんだ。暗くなったね。ねえ、小生さん。きっと目覚める頃にはバクのことなんて一つも覚えちゃいないんでしょ。皮肉じゃないです。わあ、これ目覚めようとしてんのか。ただ少しお寂しいだけ。けれど同情は無用ですからね。どんどん暗くなってる。だって誰でもなくこのバクが初めに申し上げたじゃありませんか。短い旅路になる、と。ああ、鳥の鳴く声。明け渡る東。空色。汚染。もや。さようなら。幸せな夢にございましたよ。さようなら。またいつかの夢で。いやー、これでエンディングかな。あ、すげえ。綺麗だ。最後までおしゃれだな。もうめちゃくちゃ横文字の似合わない。このエンディングの BGM も横文字が似合わないよ。まあ、素敵なメロディーだね、でも。あ、笑ってる、バクが。まだ。お。目を覚ますと僕はいつもの下宿の部屋にいた。飾り気なく味気ない風景にどこか安心している自分がいる。お、友人。よう起きたか。今日は随分ゆっくり寝ていたな。このところ忙しくしていたから少し疲れていたんじゃないか。さあ、そろそろ起きろよ。おかみさんが飯を作ってくれやったから、俺もご相伴に預かることにしたんだ。下宿先のおかみさんが料理上手で羨ましい限りだよ。俺もここに引っ越してこようかな。桜はどうした？うわぁ、なんかいろいろできそうだな。桜はどうした？桜？ああ、ここに来る道すがら、咲いているのを見たよ。もう散り始めの時期なんだな。そうではなく、掛け軸の桜だというと、友人は首をかしげる。もしかして、うちの実家の掛け軸のことか？なんだ、気に入っていたなら譲ってやるように。祖父に話したのに。しかし、なんだって急にそんな話。まあいいか。まずは飯にしようぜ。じゃあ、俺は先に下へ行っているよ。二度寝するんじゃないぞ。慌ただしく部屋を出ていく友人の背中を見送って、僕も身支度をしなくてはと布団から抜け出そうとした時だった。枕の横に赤い花が落ちているのが目に入った。椿の花だろうか。季節外れにも程がある。不思議に思って拾い上げてみると、ぼんやり暖かさを感じた。この花はきっとあの子のなんだ。いや、あの子とは誰のことだっただろうか。椿の花を手に入れた。まだ続くんだ。どうしてだか、椿の花を捨てるのが忍びなく、僕はそれを机の上にそっと置いておく。ああ、まだ続くんだ。窓の外からは、風と一緒に桜の花びらが吹き込んできた。日和もいいし、今日は花見にでもしようか。きっととても綺麗だろう。とても。あ、終わったのか。まあ、なんかエンディングが2種類あるらしいんですけど、僕はどちらを選べたのだろうか。どうなるんだろうこれ。どうすればいいんだろう。大学の学友なのだ。本の貸し借りやレポートも楽になるぞと言ってやると、
彼は笑って肩をすくめた。毎朝お前を起こして世話を焼いてやる覚悟ができたら引っ越してくるとするさ。お前と来たら規則的な生活も何もあったものじゃないだろう。学生たるもの、夜は寝て朝は学ぶものだ。まあこの言葉は教授からの受け売りだが。じゃあ俺は先に下に行ってるよ。二度寝するんじゃないぜ。ここは変わらねえんだな。でも椿の花を手に入れたってことは、これ最初からやるとトゥルーエンドをお探しの場合、心臓を作成する直前のデータから再開するとスムーズです。あ、そうなんだ。どこで心臓を作ったっけ。ここかな。あー、そうなのか。じゃあ僕はトゥルーエンドを探せなかったってことなんだね。じゃあトゥルーエンド探していこうかしら。何なんだろうトゥルーエンドって。あ、でも椿の花持ってるわ。あ、赤いものが口紅じゃなくて椿の花だったりするのか、これは。とりあえずやってみようか。作成しよう。で、白い器を、あ、なんか他にも拾ってないものがあったりすんだ。なんかいろいろ調べたら、なんか、この4章のここから、なんかそういえば、バクが柱の下りを言ってたので、その柱調べてなかったんですよね、多分。だから柱をまず調べます。木製の板を破って穴を開ける。思った通り柱の中は空洞で小さなネジ巻きが一つ落ちている。ネジ巻きを手に入れた。これを拾ってなかったんですね、多分私は。で、これを拾うことによって、なんかネジ巻きを使うと、なんか今までの章を行き来できるみたいなことらしいんですよ。これで、なんか最初からやり直せるみたいな。ということなんですね。だから一番最初一章からやり直した下りとかはいらずに、これでできますよっていうことらしいです。さあ、戻ってきたら何ができるんだろうな。掛け軸は別に、バクと話は変わらないのかな。道を間違えたようだ。っていうことでもないんだね。鳥も別になんもないんだね、多分。で、どうすんだろう。こいつ助けれるのかな。男は桜に飲み込まれてしまったようだ。声をかけてみても答えはないが、わずかな肩の上下が見える。あ、生きてんだ。息はあるようだ。斧を使えば男を助け出せるかもしれない。桜を切ってみようか。そうだね。よし、よかったよかった。そういうことか。こういうのをやっていくんだ。おや、お前か。助けてくれたのか。世話になったな。ああ、これ以上はいいんだ。桜が傷ついてしまうだろうから。それより、お前に礼をしなくちゃな、ならないな。そうだ、これをやるよ。これが螺旋、あ、白い貝の殻を受け取った。ママ、こうやって手に入れてくんだな。母、そうがっかりした顔するなよ。こういうのも懐かしくていいだろ。まあ、お前の期待するような礼は、桜が掛け軸へ戻ったらしてやるさ。粋だね。また桜の見物にでも来たのか。好きなだけ眺めていけよ。で、いいのかな。こうやってどんどん多分やっていくんだろうね。手紙をおバクに書けんのかな。ああ、書けないんだ。で、これでいいんだね、多分。二章にも行こう。これで一章ずつ取っていくんだろうね。ここは何すんだ。何ができんだろうな、ここは。再びスッと現れた白い手が今度は僕を招き入れようと。ああ、そっか。これはそうだもんね。ああ、そっか。もう先に進んじゃうんだ。まあまあ、とりあえずわかんねえから、3章に行きましょう。3章で、なんかそうだな。なんか、青い本が取れるみたいなことバクが言ってたので、多分取れるんだろうな、どっかに。あ、これか。よっしゃ。ふと一冊の洋書が目について手に取ってみた。あ、ミッドサマーナイトドリーム。あ、ミッドサマーナイトドリーム。深い夏の夜の夢ってことか。
表紙をめくってみると1枚の紙が挟まっていた。エイプリルの部分に丸が付けられている。誰かの確書、覚書か、覚書かなんかだろうか。あ、ミッドナイトサマーナイトドリームと紙紙片を手に入れた。なんだこれ、何に使うんだ。こうやって全部取ってくんだ。あ、ってことはもう4章は全部取ったってことなんだな。そういうことなんだ。で、じゃあ次は3章戻ってみるか。てか、あ、そう、ここのやつは心臓か。で、これはあの女の人を殺してないってのがあるから、まあ、それ3章戻ってみるか。3章に行って、あ、そう、このままで届きそうにない。ちゃんとそういうのあんだ。ちゃんとそういうのやんないといけない。もうそういうのはできねえんだ。あ、3章はここか。2章に戻ってみよう。で、誰に、何すればいいんだろうな。貴様が、主様にお頼みして我が尻尾を戻したのだと聞いた。あ、こんなんなかったな。とはいえ、元凶たる貴様に礼は言わぬぞ。主様は、我の計測たるに、お怒りであった。今後は我も慎むゆえに、貴様も慎むように。良いか、約束だ。約束をたがえれば、すぐわかるよう呪いをかけてやろう。覚悟しておけよ。ポンポン。あ、なんか呪いかけられた。左手がチラリと焦げるような感覚がする。見てみると、火傷のような跡が、稲と矢の模様を描いていた。何これ。ハクビのカゴを得た。カゴなの？僕が首をひねっていると、不意に手にしていた本が熱を帯び始める。ほうほう。お、何これ。本は瞬く間に燃え尽き、灰になってしまった。青みがかった灰を手に入れた。ほう。ああ、これでよかったの。あ、てかなんかまだあと一章にもう一個あるな、なんか。はい、というわけで一章戻ってきたわけだが、何が、こいつは、ハクビからもらったカゴの証、やけどのような跡が、これは関係ねえのかな、一旦。エイプリル。あ、エイプリル、なんか4月って鳥にやったから、エイプリルって書けよってことだったりするかな、これ。はい、というわけでエイプリルって打ってみました。これでなんか変わんのかな。あー、オーベロンではない。あなたはサオー。サオー、あなたを待っていた。お、マジかわいそうなあの子を連れてどんなお話を書くの。もしも悲劇だったらバックがお礼をいたしましょう。それではおやすみ。紫の木の実を受け取った。なんだこれ。まあ、とりあえずこれで全種類揃ったわけだな。かわいそうなあの子ってのはなんだ？バクがかわいそうなのかな？実は俺じゃなくてバクが入院してるとかそういうことなのかな？まん丸で鮮やかな色の小さな木の実。確か、紫式部という名だった。ああ、そうなんだ。毒ありそうな名前だね。さあ、4章に行ってみましょう。で、この女の子を、に斧を振りかざして、ごめんよ。ごめんよ、本当にごめんよ。よし。で、やってみよう。で、今までは、これで、今までは、できなかったことをやれってことだよね。白い器がこれは確定なんでしょ？で、球状のもの。球状のもの？これか。で、螺旋状のもの。で、赤いもの。で、これが肺か。これ全く違うものだ。心臓だ。同じ心臓だぞ。合ってんのか？これで。特別レシピをもとに作った心臓。手のひらに収まってしまうほど小さい。ほのかに温かく、ゆっくりと脈打っている。怖っ。これで合ってるよね。まあ、行ってみますか。これで違う未来のはず。渡す。
心臓を受け取った黒い何かはそれをじっと見つめるようだった。やがて心臓を持ったまま手がゆるりとバクへ伸ばされる。お、あ、り、な、さい。お帰りなさいかな。あ、足のむ、うめ。うわ、なに、あ、怖っ。手はバクの胸を貫いて、何しやがんだお前。椿の花が溢れ落ちて、違う、あの赤は、あの赤。何かを掴もうと伸ばした僕の手は、ただ空を切っただけだった。五章、真因を帯し君へ。気づくと僕はたった一人だった。誰もいない。ただ広い空と緑と花嵐。何が起こったのかよくわからない。どうして、こんなことに。どうして。どうして僕はここに。僕はどうしてこんな場所にいるのか。僕は何をしていたのだったか。どこへ行くのだったっけ。ついさっきまで誰かの手を引いていたような気がするのに。どうしてか、手の温度さえ思い出せない。え、バクどうなっちゃったの。頭の上で太陽が輝いていた。僕の脳髄を溶かす光。な、こんなんあったな。どっかに。ああ。目を覚ます時間だ。僕は、まぶたをゆっくりと引き上げた。おお、どうなったんだ。なんかあったもんね。この、なんか、太陽が脳髄みたいな下り。どこであったっけ。で、結局、バクはどうなったんだろう。どういう話なんだ。まあ、多分、今から全て教えてくれるんだろうけどね。全然想像と違う展開だな、なんか。あ、やっぱ、病院なんだ。あ、ってことはあれか。主人公の心臓をバクがくれたってことなのかな。バクっていうか、そういう女の子が。ああ、だからあながち間違ってなかったのかな。目を覚ますと真っ白い部屋におりました。ここは、ああ、でも喋り方がバクだ。ここは病院。そう、病院にございました。夢だったのです。バクが主人公だったんか。すべて夢でございました。おはよう。あら、今日は顔色がいいわね。このところ調子が悪そうだったから心配していたのだけれど。言われた通り、今日は気分が良く、心なしか体も軽く感じました。看護婦さんのように伝えますと、彼女も自分のことのように嬉しそうにしてくださいます。じゃあ、今日は中庭へお散歩へ行ってみましょうか。先生にお話ししておきますからね。彼女にうなずき返してから、ふと枕元に見慣れないものが置いてあるのに気づきました。この本は、英語を知らないものですから、この本に何が書かれているのか、私には知る術はありません。やっぱな、バク英語わかんないって言ってたもんな。それでもなんだか嬉しくて、寂しくて、懐かしくて。やっぱりか。抱きしめると、ほのかに暖かいようでした。いいえ、本が暖かい、など、おかしな話。そんなはずがないのに。窓の外からは、風と一緒に桜の花びらが吹き込んでおりました。日和もいいし、今日は中庭で桜を見物しましょうか。きっととても、素敵なことでしょう。これ、あれだもんね、主人公、もう、トゥルーエンドじゃない方のエンディングでも言ってたもんね。とても。ああ、素敵な話。ってことは俺は誰だったんだってことになるよね。まあまあわかんないけど、考察のしようがない。いやー、まああるか。しようはいくらでもあるか。出てきた主人公じゃの友達とかも誰だったんだろうね。この感じだと。まあ難しいね。いや、まあ、でも、すごい、すごいね、まとまりがある素敵なゲームだね。こんなんフリーゲームなのかよ。クオリティ高すぎてびっくりだよね。まあまあ、今こんな、こういうゲーム終わった後に、淡々とじゃね、永遠と話すのは良くないね。おのおのの感じ方を、おのおので感じてくださいってことで。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。
夢も菅原花嵐、とても素敵なゲームなので、なんとフリーゲームなので、よければ皆さんもやってみてください。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回、別のゲームで会いましょう。